おかえり、りびっくりした私が家にいてねえ後ろにいる女の子誰私一応君の彼女だと思ってたんだけど違ったのかなそうだよねねえお前誰ああ彼女いないって嘘ついたんだこいつがへえー ごめんね私彼女なの一年ぐらい付き合ってて同棲もしてるここ私も家賃払ってんだよね帰ってもらっていいごめんねさあ女の子は帰りましたけど、ね、おいお前何やってんの今日は会社の飲み会なんじゃなかったの それが何浮気お前にそんな度胸あると思ってなかったわ <laughs> 私が怒ると手をつけられなくなるのを知っててやったんでしょだったらこういうの覚悟してたんだよなうずくまってねえでさっさと立てよ部屋入って早くアイスをって早く え、<laughs> 痛いそらそうだろ肩蹴ったんだからよいしょわあ久しぶりこの光景私に馬乗りになられてるお前久々に見たわ最近はいい子だったのにねいつからそんなめんどくせえやつになったわけ <laughs> とていうかなに彼女いないって言ったんだあの女どこで出会ったの 会社の後輩で <laughs> 一日ぐらいならバレないと思ったってことへえ <laughs> さあこのままどんどん首絞められていくかどうかはお前次第嘘ついたら容赦しないからお前私のこと嫌いになったの 本当あそうまだ好きなんだじゃああの女とはどうなりたかったの家で飲むだけ <laughs> やる気でいたんでしょうそれくらいわかんだよねバカかよほらほらほんとのこと言わないと息止まっちゃうよ 浮気しようとしてましたはいでこれからどうしたいの私と別れたいの別れたくない必死だねじゃあ何であんなことしたんですかなんて聞いたって仕方ねえかバカだもんなお前バレないならそういうことしてもいいと普段から思ってっからできんだよそういうこと 私言ったよね、付き合う時に浮気とか絶対許さないよってしたら何するか分かんないよってお前前にも似たようなことして同じ状況になったのに何で同じことするわけ殴られたいの私に刺激が足りなかった <laughs> バカだな本当に <laughs> 顔真っ赤うけんねお前ごときが私をいいようにできると思ってんじゃねえよ殴ってほしいいじめてほしいんだったらちいはいつくばって頼めよ浮気して怒らせて無理やりやってもらおうとかそんな浅ましいこと考えてんじゃねえよ私が傷つくとかわかんないわけ お前に頼まれたらまあやってやるよ。私だって楽しいし。だけど、こんなことされてお仕置きとしてやるこんな愛のない行為で、私が何とも思わないと思ってる。お前のこと殴ってる時き私だって辛いんだよ。傷つけたいわけじゃないのにって。だけど、抑えられないの。殴らないと気が済まないの。またお前が私から離れていきそうになるんじゃないかって不安になるから。 1一回目の浮気の時そうだったじゃん本気でいいや昔は私と別れようとしたけど今は私のこと好きなんだもんねねえとりあえずさ謝ってくんない誠心誠意謝罪して私だけだって誓ってくんない 口先だけの約束なんて信じらんないけど口先だけの約束すらできないような男じゃないよねお前 <laughs> ほら謝ってよ喋れんでしょ <laughs> 次浮気したらどうする その時は殺してもいい <laughs> いいって言ったね絶対忘れないからだしはいじゃあ携帯貸してうん女の連絡先全部消す <laughs> 何焦ってんの前約束したじゃん 次浮気したら仕事先とか関係なく女の連絡先は全部消すよってそれでもやったんだから覚悟してたんでしょおとなしくしてろよクズ座ってろっつってんだよ <laughs> 結構人数いんねめんどくせえはい終わったもういいよ いい子にできて偉いねクビ <laughs> 手当てするちょっと待っててねえ痛かった そうだよね間違ったことしたとは思ってない浮気したお前が悪いし私は被害者だと思ってるからでもやっぱやりすぎたなとは思う苦しかったよねごめん 俺が悪いってそれはそうだよ何言ってんだクズ <laughs> ねえもしこういうことしてほしくて本当に浮気したんだとしたら言ってくれたらするからさもう浮気なんてしないで次浮気されたらお前のこと本当に殺しちゃうかもしんないそれは嫌だから 約束してうん構って欲しくて浮気した浮気しようとしたね浮気はしてないでしょう、うん分かった私も寂しい思いさせてごめんねえ仲直りの牛脂よ 《<Thank> この関係がどんなに歪んでたって周りから変な関係だって思われてたってお前がいてくれればいいからさ私》だからずっとそばにいて私もお前から離れないから約束して。 死ぬまで一緒にいようね。